2013年の東京ヤクルトスワローズでは、2013年における東京ヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年の東京ヤクルトスワローズは、小川厚監督の4年目のシーズンであり、バレンティンがシーズン本塁打の日本プロ野球記録を塗り替えたシーズンである。チームは、開幕投手の立山昌平が先発第二戦で、負傷してシーズン絶望になるなどの誤算が重なり、 5月以降、再開に低迷した。その一方、バレンティンが9月15日の大半新戦で、日本プロ野球新記録のシーズン56号本塁打とアジア野球新記録の57号本塁打を記録し、最終的にシーズン本塁打を60本として3年連続本塁打王を獲得。投手では、 新人の小川康博が16勝4敗で最多勝ちと勝率第一位投手賞の2冠を獲得した。さらに、バレンティンはセリーグ MVP、小川はセリーグ新人王を獲得した。最下位チームから MVP が選出されたのは史上初であった。開幕2戦目の3月30日から4連勝、4月4日から3連敗、4月11日から4連敗。 4月17日から5連敗、4月23日から6連勝と月の前半と後半は連勝を飾ったが、中盤の3回の連敗が響き、借金2で4月を終えた。打撃陣は WBC オランダ代表の試合において負傷した。バレンティンが開幕には間に合わず、開幕13試合目に今季初出場したが、月間で打率3割超えの8本塁打の成績を残し、 好調であった。しかし、チーム全体では打率、221と低迷した。投手陣は、開幕投手の立山が、開幕2戦目に右肘に違和感を覚えて、途中降板し、そのままシーズン絶望となったが、ルーキーの小川が3勝を挙げ、チーム防御率も3.38と、まずまずの成績であった。5月は4月30日から続く4連敗の後に、 三連勝をしたが、その直後から四連敗し、交流戦前のセリーグとの対戦を終えた。交流戦が始まっても連敗が止まらず、交流戦前の四連敗を六連敗まで伸ばし、その後も負けが先行し、5月を借金8で終えた。また、神宮球場では6勝5敗であったのに対して、神宮球場以外の球場で1勝10敗1分と、神宮球場以外で勝てない現象が起きた。 打撃陣は、中村と森岡が、出塁率4割を超え、好調であったが、3.24月に3割を超える打率を、打っていたバレンティンが2割台前半、畠山が、打率2割を切り、低迷した。当主陣も、防御率4.39と低迷した。6月に入っても負けが先行する、チーム状態は変わらず、6月6日からの5連敗が、響き、借金後で6月を終えた。 5月は一時的に調子を落としていたバレンティンが11、本類打を放ち、復調した。また、開幕からの本類打数を25本とし、開幕直後から本類打数で独走していたブランコに6月終了時点で、並んだ。7月もチーム状態は上がらず、6月と同様に、中盤に5連敗を喫し、月間の借金は7となった。神宮球場では3勝2敗と勝ち越したが、 神宮球場以外では5勝11敗と5月と同様に神宮球場以外で勝てない現象が起きた。バレンティンはこの月9本塁打を放ち、開幕からの本塁打は34本で7月を終えた。8月は6日から4連勝したものの、中盤と終盤に5連敗と3連敗を喫し、借金4で8月を終えた。バレンティンは 日本プロ野球新記録の月間18本塁打を記録し、開幕からの本塁打数は52本に達した。5月から再開に低迷していたチームは9月23日に B クラスが確定し、10月1日に6試合を残した状態で再開が確定した。バレンティンは11日の対広島戦で日本プロ野球対記録のシーズン55号を放った後、 9月15日の大半新戦で、日本プロ野球新記録のシーズン56号本塁打と、アジア野球新記録の57号本塁打を記録し、その後も3本塁打放ち、シーズン60本のプロ野球新記録を残した。本節では、前シーズン終了後から本シーズン開幕までの入り対談について記述する。入団対談本節では、 本シーズン開幕後から本シーズン終了までの入り対談について記述する。入団。ありがとうございます。